大型機械というものはですね、非常にその熱の影響を受けるんです。その鉄という、まあ、物体は特にその熱の変化によって伸びたり縮んだりします。その伸びたり縮んだりするそういう動きがですね、機械の精度に影響されます。で、削るこの今やってる品物も削ることによって変化します。その変化を常に見ながらですね、あのお客さんから言われてる許容差、交差、まあ、それがまあコンマ1と、交差ギリギリだったら外れる時もありますので、まあ、その半分以下を目指しながら、あの常にその機械の動きを確認しながら削るという非常にややこしいあの仕事なんです。で、今回なぜダイレクトドライブを採用したかということなんですけれども、あの今回 のこのアンテナの駆動要求としまして、まあ、高速スイッチングで、その高速スイッチングもですね、アンテナを大きく振るというわけではなくてですね、ごく狭い範囲で繰り返し振るという駆動を行います。ですので通常の、歯車ギアドライブ方式ですと、同じ刃のところばっかりを常にこう噛み合わせて駆動することになりますので、そこの使われている刃だけがどん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 摩耗していくということが想定されます。ですので、まあ、そのような噛み合いを、なくしてですね、まあ、今後30年間使用されるアンテナですので、まあ、その辺の高信頼性を確保するという意味もありまして、今回ダイレクトドライブを採用しました。はい、あのものづくり側といたしましては、今回の天文台様のですね、サーボモーターにつきましては、あの円弧状の運動があるということで、我々ですね、直線的な加工はあの従来から行っておるんですけども、円弧状のものを加工する技術をですね、蓄えまして、今回の天文台様のサーボモーターに利用させていただいたというような形になっています。あの我々ですね、リニアサーボモーターの前身は回転型のサーボモーターなんですが、あのそれらを作る技術ですね、膜線技術であったりですね、プレスの加工技術であったり、機械加工技術であったり、いろんなあのものづくりの上の機械、技術をですね、集結して作っております。でこちらの工場ではそれらの技術をですね、持った上で、リニアサーボモーターをですね、作っております。我々の自慢できるところはそれらの技術をですね、結集した総合力というふうに思っています。モーターがあって、アンテナがこう動くわけなんですが、実際のアンテナの向きがこう誤差が乗ってしまうと。でそれらを補正するものがメトロジーシステムということになります。メトロジーシステムとしまして、まあ、あの様々なあのシステムを用意したんですが、代表的なものは、メトロジーフレームというものを用意しておりまして、アンテナの中にこう独立したフレームがありまして、でそれのフレームに対して、まあ、どれぐらいアンテナが歪んでるかをセンサーで検出します。でそれを、制御系に取り込んで補正をかけるという方式を採用しております。
システム全体で、まあ、構造の変形というものを検出するという時にはですね、実は、12メートルの時も7メートルの時も、アンテナの構造自体に、重りをつけてですね、1トンぐらいの重りをかけて、アンテナを強制的に変形させて、それを、メトロジーで、ちゃんと検出して、それが、補正できるかどうかというところまでを、試験 しました。解析 と、メトロジーの検出の値と、それからあと実際あの、セオドライトというものであのアンテナの構造の変形をまた実測してたんですけども、その、3つのですね、あの実測というか解析とメトロジーの実測 と、他の、検出装置、試験装置での実測値という3つがですね、程よく一致するっていう、まあ、結構感動的な場面にあの立ち会うことができました。まあ、我々のアンテナとしてはですね、その極力チリに、送った後でその一から部品を組み立てるっていうようなことをしていると、まあ、時間もかかるし手間もかかるし、あとその何かあった時にですね、またそういう部品を送ったりいろんなことをしないといけないので、そのとにかく日本で、完成度を上げると、できるだけ日本できれいに組み立てて、で一部解体あるいはそのままで出して向こうで再現をさせるっていう風にすることで、現地のその作業量をですね、極力、下げると、あの少なくするというような方針、大方針でまず計画をしました。重たいんですよ。狭いとこにこの重量物っていうのがちょっと一番苦労しましたね。はい。とりあえず1号機目の時ですかね、あまり納期がなくて、でうちもこれだけのボリュームをやろうと思うと、もうまして初めての仕事なんで、何日かかるかわからないということで、ダミーを作りまして、でそこからとりあえず一本一本寸法の長さを決めていって、で、とりあえず1号機に組み込んだと、はい、でまだ1号機で組み込んで、ケーブルが長い短いっていうのがあるんで、でもう一回それを訂正して今度2号機に生かして、で2号機で確認して OK っていうことで、3号機からは楽になったんですけど、苦労したのはやっぱり1号機2号機が、はい、ケーブルの長さが決まらなくて、結構苦労しましたね。これだけに関したことじゃないんですけど、やっぱりお客様に迷惑かけないように不良を出さないことですかね、はい、このアルマやからっていうんじゃなしに、やっぱり全体的に不良を出さない、納期を守るがモットーですね、はい。まあ多方面からたくさん送られてくる部品を組み立てて、で全部完成させるという作業までやってます。一番大事なのはやはり工程をきちっと守るということと、それからたとえ小さなビス、ボルト1本といえども、その締め忘れとか取り付け忘れとか、そういうものをいわゆるエラーを絶対しないということに随分神経を使ってやっております。あれはアジマスドライブといいまして、アンテナが水平方向に回転するものを司っている駆動装置でして、その駆動部分のコイルとマグネットの隙間が 0.1 ミリになるように、ダイヤルゲージという測定器を用いながら隙間を調整する作業をしておりました。マグネット取り付け面とかですね、機械加工面なんですけども、どうしても100分の10ミリであるとかの誤差がありますので、それぞれどの角度に回ってきても、
水平に旋回するように 0.05 ミリぐらいの厚さのシムを金のものの板を入れまして調整するという作業が必要になってきますので、そういう作業をしておりました。今やっているのはですね、水平回転構造物の、フレですね、フレと面のうねりなどを、まあ、レーザートラッカーという測定システムを使ってですね、ミクロンオーダーまで、測定するという今計測作業をやっています。で、この測定によって回転精度の、ミクロンまで見える検証を一応して、問題ないかどうか、今現在検証しているところです。結果は非常に良好なんで、この望遠鏡すべて同じ精度で収まっているので、非常にどのアンテナを使っていただいても支障がないようによく精度出しができていると思います。もう一つは現地でアンテナを組み立てる工事をする計画ですね。で、それはアンテナ単体としてはその設計部門とか制御の部門が計画してものを作るんですが、それを現地に出荷して、組み立てないといけなくて、それはそのいろんな設計部門が計画すると統一して設計でき計画できないんで、私の方で工事を計画していると。で、基本的にはその12メーターも7メーターも計画した通りのものの分割単位でですね、実際に輸送してその通りに組み立ての工事ができたっていうようなことですね。私は言ったらその最初の計画から現地で実際にものがどんどんですね組み立てて出来上がるとこまでを全部見れるっていう部門で、やりがいのあるっていうか、そのやっぱり実際に目の前でそのものが出来上がるっていうのっていうのはなかなかな感動がありますね。